スマショーチューチャンネル、谷口壮志です。村山壮です。行ってきましたね。はい、行ってきました。これこれ50センチ、ね、ロールケーキを今ちょっとね買ってきたんですけども、まあこれはですねこう見てもらえればなぜ買ったのかっていうのは分かると思うんですけども、熊焼酎のところではないですよね今日はね。はい、うん、でこれ熊郡の、まあ、湯の前町のねこの名物っていうか、うん、これをですねこれからやっていくんですけどもね、これはまあこう見てもらえればいいかなと思います。で今日最後にまたね本当にこうご好意でプレゼントをいただきましたので、視聴者さんにねプレゼントいただきましたので最後まで見ていただければ、はい、ねプレゼントも応募していただけるということで、はいはい、ぜひですね楽しみにしてください。はい、それではいきますよ。はい、熊焼酎チャンネルスタート。熊焼酎チャンネル、はい、正午森今着きました。正午森の前に来てます。ここからはちょっとマスクをはめさせていただきます。お客様もいらっしゃいますので、はい、はい、じゃあ行きましょう。そうですねいきます。今日ちょっとおかくまロールをですね、はい、購入していただきたいということで、これこれすごい、これこれ50センチのロールケーキじゃないですか。50センチ、はい、なぜ50センチなんですか。これはですね、こういう約天板があるんですけど、はい、その天板が50センチなんです。あ、そうなんです、ね、そうなんです。あ、そういうことです。それで50センチになって、はい、そのだいたい普通はそれを作ったものをカットして販売するんですけれども、はいはい、もうカットせずに、このままもう全部もう端も全部つけたままそのままっていうので、まあ、お値段はただ手間がかからない分できるだけリーズナブルにということでお安く出すっていう。すごいですね、この大きさで1650円ってめちゃくちゃ安いですよね。そうだと思います、はい、かなり、ね、いや僕初めて来たんですけど、えっと思ってそうなんだ。この太さってどのくらいなんですか。直径はだいたい7、8センチぐらいでしょうかね。一応そんな感じなので、はい、うわすごい、こういう感じですね。うわうわ、うわ何これクリーム、うわこれちょっと興奮する。生地が特徴的なので、はい、もうかなりふわふわっと軽いタイプの生地になっているので、ね、柔らかいですね、はい、今日ですねこれをこう食べながら、はい、熊焼酎を飲もうかなと思って甘辛、はい、ね、なんだったらちょっと浸そうかなって思ってるけどどうですか。いいかもしれませんなんなら丸ごと丸ごとやった嬉しい。これでも毎回も完売されてるんですよね、ほぼ。そうですね、やっぱおかげさまでご予約もたくさんいただけるので、はい、はい、これってですね全国発送も可能なんですか。一応はい、各地に来る便で発送することは可能です。そうなんですね、はい、そうかそうか。いやこういうのがね熊郡の湯の前にあるっていうね、すごいすごい。ただ これとまた人気商品っていうのは、もともとうちは和菓子がメインの、まあ、お店なので、和菓子屋さんなので、塩豆大福はうちの看板商品。 どこですか塩豆大福。あ、これなかなか間に合わずにいつも迷惑はかけますが、これがうちの、はい、看板商品ですね。これも買おういやいや、これ食べたい季節限定のどら焼きでは、こちらは栗、まあ、栗の取れる産地ならではということで、栗を贅沢に、栗だけを練ってあるんですよ。潰したものを練って、あんことかは一切混ぜてないので、栗のみ、栗だけを潰したものを挟んであるっていう、まあ今の時期だけになるんですけど限定で。どら焼きも美味しいかもしれないですあら、となるとまた違うタイプのどら焼きもおすすめしたくなるんです。上手販売上手食べ比べですよね。こっちはまた生地も全く違う特徴で、こっちはふわふわっと軽いタイプの生地にみずみずしい粒あんを挟んであるんですよ。こっちはこれでまた全然違うタイプのどら焼きで、なるほど、おかげさまで好評いただいております。これはおかげさまですね、本当にすごい。いや、ちょっとテンション上がってきましたね、はい
これシュークリームがいいそんなこと言い出したなんでうちのカメラマンそんなこと言い出した、うん、これもすごい勧められるはずよ。これどういうシュークリーム、これはさっぱりしたカスタードを入れてあるので、うん、なんかすごいサクサクしてそうな、食べやすいと思いますよ。これ4つお願いします。出た自分ちやろそうなるとチーズまんじゅうも気になってきますよね。そうなんですねうまいなくま焼酎チャンネル湯の前の名物もっぱいまんじゅうを、はい、一つプレゼントいただきましたよ。連呼します。ありがとうございます。湯の前町の勝利、はい、はい、せいかさんですね、はい、詳細は、はい、あの説明欄の方にありますので、はい、ぜひですね検索していただければなというふうに思います。はい、それでは本日ありがとうございました。ありがとうございました。くま焼酎チャンネル視聴者プレゼントのですね、応募方法の仕方についてお話しさせていただきたいと思います。熊焼酎ファンクラブと探してみてください。プレゼントのお申し込みはその下です。その下の黒いところ、こちらをですね、選択していただいてですね、でこちらから入っていただきますと、自動的にですね、プレゼントの応募のエントリーが、エントリーになりますので、それで我々がですね、くじ引きで、このですね、プレゼントをですね、お送りさせていただきます。このボタンを選択する、そこから選んでいただいて、そこからですね、お申し込みをよろしくお願いします。くま焼酎チャンネル。今日はゲストが来てるんです。くま焼酎チャンネル。お、あの声の人ですよ。出まーす。どこどこどこ。